はい、今、朝の7時30分です。目覚ましより早く起きちゃいましたね。今日は、今、フォートコーチンっていうところに、南インド、ケララ州の、フォートコーチンっていうところにいるんですけど、今日は雨みたい。こんな感じで。9時台は、8時台か。8時台は雨降らないらしいんですけど、それ以降ずっと雨みたい。しかも、10日間天気を見ると、もうずっと雨です。雨季だからね。これからちょっとフォートコーチンちょっと歩いてある。カフェに行って、なんかそこはもうコーヒーを豆から挽いて入れてくれる店があるみたいなんで、そこで朝食をとって、コーヒー飲んで朝食をとってから、もう一回ボートに乗って向こう側にエルナクラムの方に向かって行こうかなと。行きたいんですけど、雨が降ったらちょっと微妙なんですよね。とりあえず行くか。さっきまで、さっきまでというか明け方までかな、すごい雨が降ってて、今も若干降ってそうな感じ。結構街は水浸しだろうな、これは。またいつ急に雨が降ってくるか分かんないから、一応、カメラを入れれる用のビニール袋を持って、あとは、そのビニールに包んだカメラを、このサコッシュに入れるっていう。そうすれば、多分大丈夫だ。このフォートコーチンは、植民地だった時の影響がすごい濃く残ってるらしくて、だから結構教会がある、あるんですよね。多分キリスト教だと思うんだけど、教会がいくつかあって、で、ローカルの人たち、インド人だね。だから、キリスト教のイメージってそんななかったけど、彼らも、昨日とかもそうだけど、教会の集会に参加したり、外から、祈ってる人とかもいましたね。今も教会に人が集まってた。これも大きい教会ですね。今ボート乗り場の方のに向かってて、その近くに、ちゃんと豆をひいてコーヒーを入れてくれる店があるってことなんで、そこでコーヒーを飲んでからボートに乗って、エルナクラム側に渡ろうかなと。ただ、今8時過ぎなんですけど、8時台以降はもうずっと雨らしくて、そこなんだよな。傘は買った方がいいのか。でも、こっちの雨季って言っても、雨マークついてても雨降ってなかったり、逆に雨ってなってなくても急に降ってきたり、そういうこともすごい多いから、あんまり当てにはならないんだよ。傘は買った方がいいかもしれないな。この喫茶カフェっていうのがここにあって、ここがね、ちゃんとコーヒーを引いて入れてくれるとこらしいんですけど、パッと見やってなさそうだけど、中に店員さんいるからな。で、一応 Google マップで見たらもう営業してるってことなんで、ちょっと行ってみようかな。喫茶カフェは9時かららしい。9時から。まだ8時11分。じゃあちょっとビーチを見て、そっち行くとビーチなんで、ビーチを見て、時間を潰してから行こうかな。すごい、投網してるわ。投網漁してる。すごいゴミだな。ここら辺は魚市場ですね。
こうすぐそこで漁をやってて、そこで取った魚をもうすぐ売ってると。漏れなく猫がいます。猫が魚を狙ってる。すごいね、こんな大きい魚も取れるんだね。すごい虫がたかってるけど、この猫はあんまり餌には困らなそうだね。これ魚の競りでもやってるのかな。競りかもしれない。競りっていうのかな、魚菓子っていうのかな、これを。この人はこれから釣りするらしい。餌釣りなのかな。最初カフェに行こうとして、8時過ぎにカフェに行こうとしてやってなくて、9時からって言われて、じゃあこっち来て時間を潰そうってことで、この魚市場をブラブラして写真をずっと撮ってるんですけど、早いものでもうすぐ9時ですね。面白い。また雨が降ってきた。雨季だからね。雨がさっき天気を見た限りだと8時台以外は全部雨だから、もう8時回ってもう9時になるとこだから、こっからはずっと雨かもしれないな。普通に結構本降りだな。小雨とかではないな。雨宿り中。9時にオープンするって言ったから、9時今2分にさっきのカフェに来たんですけど、オープンしてる様子がないな。中に人はいて準備してるんだけど、看板も中にしまわれてるからね。遅れてる。かなり本降りになったな。降ったりやんだりだと思うけど、昨日も高知に着いたのは 夕方じゃないや、3時過ぎぐらいだったけど、その時から、その時は降ってなくて結構晴れてて、3時過ぎから夜までは雨降らなかったからね、昨日も、まあ、今日も多分そんな感じだと思う。朝降って、今9時過ぎだけど、朝降って多分また止んで、でまた降ってっていう感じ。さらに土砂降りになってきたな。これは土砂降りだね。やまなそうだな。やっとカフェに入って、トマトチーズオムレツ、アメリカーノ。外は土砂降りですね。雨が全く止まない、土砂降りなんで、帰れないんで、雨止むまではちょっといようかなと思って、マサラティも頼みました。チャイですね、チャイで。その間に明日の宿を予約しました。スタンダードダブルルーム 488.49 ルピー、コジコードっていう町ですね。こっから氷コードか、高知から169キロですね。また海沿いの、全然観光地ではないんですけど、まあここまで行って、1泊2泊ぐらいしてって感じだと思います。マサラティ。そろそろ宿に戻ろうかと。この雨だからエルナクラム、ボートを渡って向こう側の町、エルナクラムって言うんですけど、エルナクラムの方にはちょっと行けないかなと。まあ傘を持って行くっていう手もあるけどね、とりあえず一旦宿に戻ろうかなと。
まあギリ歩いて帰れるかな。とりあえず帰るか。もうこの時期は多分もうずっとこんな感じなんだろうな。すぐ止みそうな感じはするけど、天気予報、あ、やばい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 、ここは深いな。うっ、天気予報見たらでも午後4時台とかすごい雨量が激しかったね。力いくか。バルカラでもね、土砂降りの中歩いて10分以上歩いたんだけど、その時よりはもうだいぶマシだね。今は濡れることは濡れるけど、まあ、だいぶマシ。宿への道はこっちまっすぐ行くんだけど、すぐそこに教会があって、なんか集まりがあってすごい人がいるんだけど、道が塞がってて通れない。ちょっと迂回していこう。なあ、これぐらいの雨だったら、これぐらいの雨なら軽く散歩するぐらいはちょっと気持ちいいなってまだ思えるな。濡れるけどね。あの通りがゲストハウス、ホームステイの前の通りんとこだな。この木すごい大きいな、すごいなんかお化けみたいに見える。雨が上がったみたいなんで、また外にクリアして、まあ、写真を撮り歩いて、ボート船に乗って向こうの町に行くかは分かんないけど、今行ってから外に出てから考えようかと出かけようと思ったら雨が降ってるな。今降ってきたのか部屋の中から見えなかっただけなのか分かんないけど、普通に雨降ってるわ。ダメだな。雨がだいぶ落ち着いたんで散歩してます。通ったことある道から外れて横道に入って、ただ散歩。マッケンジーレーン、3日前だか4日前にカンニャクマリからバルカラに列車で移動してた時に、列車の中で知り合って、移動中話してた男の人がいて、なんかエンジニア、ソフトウェアエンジニアの会社を経営してるっていう人と、あとその弟で歯医者やってるっていう人がいたんだけど、男の人で、まあ、その時仲良くなってインスタグラムを交換したんだけど、さっきそれの兄貴の方から DM が来てて、さっきバスの中からお前見たぞって言ってフォートコーチにいるでしょうって言って、僕のこと見かけたらしい。彼らはどこだっけな、バルカラの少し手前の駅で降りてったんだけど、だからフォートコーチンに来たのかな、それともまた移動して通りがかったのかもしれない。すごい偶然だね、バスの中から見かけるって。波めちゃめちゃ荒いな。
こういう天気でもあれなのかな、船は出航するのかな。うわ、昨日より全然海が荒れてるように見えるけど、エルナクラムの町の方には船で行けるのかな。これはアラビア海ですね。アラビア海、この海の先にはもうずっとこの映ってる方角をずっとまっすぐ行くと、ソマリアとかエチオピア、アフリカの方に着くと。すごいゴミが打ち上げられてる。どこから捨てられたか分かんないけど、ここに多分流れ着いてるんだね。すげえな、鳩で遊んでるみんな。列車のチケットを予約しないといけないみたい。このトゥクトゥクのおじさんが言うには、列車のチケットは予約した方がいいってことなんだよ。オンラインで予約するか、オフィスに行くか。時間あるからオフィス行ってみようかな。でもインドの列車をオンラインで予約しようと何回も格闘したんですけど、クレジットカードが通らなくて、相性があるみたいなんですけど、僕の方が使えなくて、なのでもう予約なしで明日直接行って、乗ろうかなと。どっちにしろ、席指定席じゃない車両に乗るんで、まあ、予約は多分いらないんですけど、まあ、それで多分今までもそうしてきたから多分それで行けるね。適当に歩いてたら、多分昨日船で到着してから歩いたところらへんに着いたら、一周したのかな、公園のベンチで休憩。朝の魚市場の活気と違うから、こっちに来て写真を撮れって言ってる。こっちに行っていいって言われたから、ちょっと行ってみるわ。This is Chinese fish net. Where are you coming from? Japan. Japan? Yeah. Good day, sir. Nice photograph. Thank you. Oh, こっちの方が確かにいいね。これがチャイニーズフィッシュネットって言って、なんか数百年の歴史のあるやつらしくて。あ、こんにちは。ありがとう。いやいや。I have a good friend from Osaka, from Kasaka. ありあり？ Tokyo. Are you been to Japan? No, my friend. Ah. She's one Hiroko name. She's at Bali Beach. Ah, Bali. Indonesia. Bali Island. Yeah, the Marriott Group. She's marketing come to India to take the guest tourist. Travel agents and the lat meetings. So they exchange tours India.Japan, Indonesia. Are you... Many good Japanese friend. I can come to my house also. Are you fisherman? Yes, fisherman. Fisherman. Tour operating, tourist driving, tourist guide, everything. But no one. Yeah, いろんな仕事をしてる。さっき言った喫茶カフェの裏側にはヤギがつながれてて、草刈りをしてますね。すごいね。これ確かに考えたな。人が手入れする必要ないと。あ、繋がれてないのか。あ、繋がれてないわ。勝手に食べてるんだ。放し飼いだ。いっぱいいるな、ヤギが。こっちにもいる。かわいい。さっきのチャイニーズフィッシングネットのところで最後ドネーションドネーションとか言ってきてやられた。まあ一応50ルピー払ったんですけど、払わなくてよかったな。マジ全く何言ってるか分かんなかったし、正直興味ないんだよな、そういうの。調べりゃ分かることを説明されて、しかも頼んでないのに勝手に説明して、それに対してお金を要求してくるのって、なんか
ああ、やっちまったな。断って帰るべきだったな。頼んでないのにチャイが来た。まあいいか。暇だからずっと歩いてる。ただこの後、今は16時過ぎなんですけど、5時台も雨が降るらしくて、18時19時は雨が降らないって書いてあるんですけど、コロコロ変わるから全くわからん。これもバナナだね。バナナの葉っぱってこんなでかいんだね。今18時27分ですね。今は雨は止んでるかな。はい、散歩行ったりフラフラしたりして、さっきすぐそこの、あれはなんて言うんだろう、チャイスタンドっていうのかな、レストランとはまた違うんだよな。まあローカル、地元の方用の、全然旅行者向けのお店ではなく地元の人たち向けのお店で、バナナを揚げたスナックっていうのかな、スナックとサモサとあとチャイを飲んで、まあチャイはね全く頼んでないんですけど勝手に出してきたから一応飲んだんですけど、まあそれ以降ずっと宿にこもってました。なんかね体調悪くて、多分ね先一昨日にバルカラでずぶ濡れになったんですよ。雨でスコールっていうのか、スコールでずぶ濡れになって、多分それで風邪ひいたんだと思うんですよね。はい、なので体力を温存させるためにだらだら過ごしておりました。変な時間に軽食食べたんで全然お腹空かないんで、今日も夕飯は、まあ、食べなくてもいいかなと。昨日も、夜はクッキーとポテチ食べてって感じなんで、めちゃめちゃ健康に悪いですけど、明日はまあ朝早めに、まあ雨次第ですけど、まあ雨が降らないうちに船に乗って、7ルピーの船に乗って、向こうの町に渡って、まあ、チキンビリヤニを食べてコーヒーを飲んで、列車のチケットを買って、それで工事コートっていうのかな、そういう町にここから100キロちょっとかな進んで行く予定です。もうホテルも予約してるんで、460ルピーぐらいのホテルを予約してるんで、booking.com で、そのホテルもお断りのメールはまだ来てないんで多分大丈夫ですね。はい、まあ、とりあえず、暇だったんでボイスメモ的な動画を撮りました。本降りになってきたな。急に土砂降りになった。雨季だね。ちょっと寒いぐらい、気温も。この今映ってるのはこの、ホームステイ宿の裏庭っていうのかな、これは空き地なんですけど、この空き地から
カエルみたいな鳴き声がね、一晩中聞こえてきてたんですよね。今もちょっと聞こえるんだけど、カエルなのかな、虫なのかな、鳥かな、なんだろう。もう水が残り500ミリもないんで、水を買いに行こうと思うんだけど、雨ちょっと降ってるね。まっすぐ目の前にあるから、売店が。今は20時、雨降ってるね。ホームステイの目の前にも教会がある。売店で水1リットルとミートパイを買って、ミートパイ20ルピー、軽食ミートパイ。何のミートかは、まあ鶏肉か、おそらく。今は22時21分ですね、よいしょ。ものすごい大雨、床が濡れてる。ものすごい大雨です。まあ明日の朝やることを祈って、今日は寝ます。明日は朝早めに起きて、まあ、雨が止んでたらそのうちに船に乗って、エルナクラムっていう町の方に渡って、まあ、鉄道の切符を手配して、フラフラして、それで工事コートっていうところを目指そうと思います。工事コートはもう宿は予約してるんで、工事コードか、工事コード、あ、ちょっと今通信制限でマップが見れないな。はい、そんな感じで今日は一日特に何もしてないんですけど、まあ、ちょっと体調悪かったんで、かなりのんびりしてました。まあこれでおやすみなさい。